日本で島村出身の元プロ野球選手、コーチ。霞ヶ浦町立南中学校では、南式野球部に所属。上層学院高校では1年次からレギュラーとなり、3年連続で全国高等学校野球選手権大会に出場。2年夏の第84回全国高等学校野球選手権。 大会では森岡良介、加井裕二郎らを擁して初優勝した明徳義塾高校に敗れたものの16強入り。その後、新チーム結成時には首相となったが翌年6月に降りた。3年夏、県大会決勝で未魔学を擁した藤城高校に勝利、その後の第85回全国高等学校野球選手権。 大会では3番遊撃手として出場。後に、プロでチームメイトとなる、キラトシノリを要する柳ヶ浦高校、同じく、黒田裕介を要する静岡高校、久米祐希を要する桐流第一高校などを破り、決勝では、ダルビッシュ優と佐藤博介のバッテリーを要する東北高校に、勝利して、同校の初優勝に貢献した。高校通算35本塁打。 2003年のプロ野球ドラフト会議で大阪近鉄バファローズから4巡目指名を受けたことを機に入団した。背番号は53。近鉄時代には一軍公式戦への出場機会がなく2004年のシーズン終了後にオリックスブルーウェーブとの球団合併に伴う選手分配ドラフトで東北楽天ゴールデンイーグルスと契約。楽天球団の創設メンバーとして 近鉄時代に続いて、背番号53を着用した。楽天時代の2005年には、イースタンリーグ公式戦、全96試合中、山下勝サに次ぐ、チーム2位の83試合に出場。二塁手で56試合、遊撃手で13試合に起用されるともに、二塁手として、リーグ最高の守備率を記録。打撃面では、最終規定打席に到達しなかったものの、 チームトップの37支球と出塁率362という成績を残した。2006年にはシーズン途中まで主に遊撃手としてイースタンリーグ公式戦34試合に出場。しかし楽天在籍中も一軍昇格には至らなかった。2006年6月に牧野類との交換トレードで阪神タイガースに移籍した。背番号は近鉄。 楽天時代の番号の数字を逆に組み合わせた35。10月14日の対広島東洋カープ戦で7番二塁手としてスタメンで1軍公式戦デビューを果たした。2軍では主に二塁手としてウエスタンリーグ公式戦36試合に出場。出塁率344を記録した。2007年は今岡誠や関本健太郎らの不調もあり、 6月から7月にかけて2類種や3類種でスタメン起用され7月1日の対横浜ベイスターズ戦で寺原隼人からプロ初安打初打点となる本類打を放った2軍では主に2類種として42試合に出場しリーグ4位の10議ダ42安打中12類打を記録した2008年は平野慶一やアーロムバルディリスが加入して 内野手の層が厚くなったため、1軍では前年と同じ出場試合数ながら、打席数は4分の1以下に減り、9打数無安打に終わった。2軍では主に二塁手として58試合に出場し、規定打席到達者中最高の打率29、292を記録したが、首位打者は、規定打席不足ながら特例が適用された、荒井両手に譲った。また、出塁率は、 規定打席到達者中3くらいの346リーグ2位の63塁打を記録したが、守備では2塁手としてリーグワーストタイの5失策、3塁手としても7試合で2失策を記録した。ただし、2塁手としての守備率982は例年と大差はなかった。2009年は1軍で開幕を迎えたが、出場5試合の4打数無安打で4月に2軍降格。 6月に右手首を骨折して8月に手術したこともあり、シーズン中の最昇格はなかった。2010年は1軍で開幕を迎えたが、しばらくは1軍と2軍の往復が続いた。しかし、シーズン終盤で1軍に最昇格すると、2本の本塁打と2本の三塁打を記録。 9月25日の対広島戦では、プロ入り後初めて同球場で、試合後にヒーローインタビューを受けた。2011年は、内野手の層が厚いチーム事情から、春季キャンプで外野守備を練習。内野手登録ながら、オープン戦期間中までは、俊介など、本職の外野手との間で、中堅守のレギュラー争いを繰り広げていた。しかし、 公式戦開幕直前の3月30日、練習中に右手人差し指抹節骨を骨折。開幕一軍を逃したばかりか、シーズン全体でも一軍公式戦への出場は3試合にとどまった。シーズン終了後の11月には右肘関節の形成手術を受けた。2012年も開幕一軍を逃したが、5月27日に初めて一軍へ昇格。 しかし、出場3試合で2打席無安打に終わったこともあって、6月6日には2軍へ降格した。その後、8月14日に再び1軍へ昇格。1軍では2年振りの安打を放ったほか、右投手が先発する試合を中心に、3塁手や右翼手としてスタメン出場の機会を得た。2013年は、3年ぶりに開幕から1軍、登録。当初は主に、 代打、三塁守備要員として公式戦へ出場していた。この年から移籍した、レギュラー二塁手の西尾勝義が体調不良などで試合を欠場するようになってからは、右投手が先発する試合に二塁手としてスタメンに起用される機会が増えた。三塁手としてスタメンで出場した7月9日の対、中日ドラゴンズ戦では、2.3回に続けて失策を記録しながら、 4回表の打席で、先制的自打を放って、チームの5連勝に貢献。試合後には、4打点の活躍で、ヒーローインタビューを受けていた、週間の誘いで、急遽インタビューに参加するという一幕もあった。結局このシーズンは最後まで2軍へ降格せず、111試合に出場した。2014年もシーズン通して1軍に帯同するが、出場試合数。 成績ともに前年より低下。三塁に加えて一塁の守備固めで起用されることも多かった。シーズン終了後の11月11日には甲子園球場の日本プロ野球80周年記念試合に阪神、巨人連合チームの三塁主として途中から出場したが2打数無安打に終わっている。2015年も公式戦の開幕を1軍で迎えた。 三塁の守備要員として、チームに貢献していたが、打撃不振で5月21日に二軍へ降格。最小覚悟の8月12日には、京セラドーム大阪の対中日戦に途中から、出場すると、同点の8回裏西二塁で迎えた打席で、ラウル・バルデスから勝ち越し三塁打を打って、久々にヒーローインタビューを受けた。一軍公式戦全体では87試合に、出場したが、 通算7安打、2打点、打率、175という不本意な成績に終わった。2016年には、移籍後初めて1軍公式戦への出場機会がなかった。この年には、1軍監督へ就任した元チーム名と、金本智明の方針で大半の野手が1軍を経験したが、坂以外に1軍へ昇格できなかった内野手は西田直人だけであった。 69試合に出場したウエスタンリーグ公式戦でも打率。174と定調で10月1日に球団から戦力外通告を受けた。12月2日自由契約公示された。NPB 他球団での現役続行を希望していることから2016年11月12日には甲子園球場で開催の12球団合同トライアウトに参加。 シートバッティング形式の対戦で5人の投手に対して5打数に安打に三振という結果を残した。2017年2月14日にベースボールファーストリーグの06ブルーズに入団することが球団から発表された。NPB への復帰を念頭に置いた入団ながらチームではコーチも務める。開幕時点での登録は内野手となっている。 2018年シーズンは公式戦への出場はなかった。2018年10月24日、今シーズン限りでの06からの対談と、ベースボールチャレンジリーグで2019年より、リーグ戦に参加する茨城アストロプラネッツでの監督就任が発表された。茨城では選手登録せず、事実上現役を引退した。監督在任中は2年連続再開に終わったが、 2020年の NPB ドラフト会議で、オ沼マケンタがロッテに育成選手枠二巡目で指名され、NPB に選手を送り出した。2020年10月28日退任が発表された。コースに逆らわないバットコントロールで変化球にうまく合わせる柔軟性がある。楽天時代、田尾康氏が2005年の監督就任直後に、 楽天の誰の将来に期待しますかというインタビューに3年後の坂勝彦に期待しますと即答した。しかし、当の坂は同年の春季キャンプで田じき時,時期の打撃指導に対して真っ向から反論した。本来の守備位置は二類種だが内外やすべてのポジションを守ることができるユーティリティープレイヤー。阪神移籍後の2013年4月5日の対広島戦では4番。 一類手として、スタメンに起用されていた、荒井良太が、延長11回表の打席で左太ももを痛めた、ことから、その裏から荒井に代わって急遽一類の守備要員で、登場。その直後に、無視二類で、打者、菊池亮介のバントを補給すると、三類への迅速な、送球で二類走者の中東直樹をアウトにする、ことによって、サヨナラ負けのピンチを救った。ありがとうございます。